はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。プロ野球スピリッツ2015の高橋由伸選手兼任、での、戦いということで、続きを早速プレイしていきましょう。前回までにですね、なんて言うんでしょう、そのオープン戦っていうんですかね、で、見事結果を残して、無事開幕1軍というところだったので、その続きですね。まずは練習で T あたりをやっていきましょう。軽く坂本と一緒に T バッティングです。で、いよいよ開幕を迎えるっていうところなんですけども、その前に休養日ですね。プロ野球選手の給料は、年俸、高橋由伸の場合だと1億5000万なんですけど、それを、12等分して毎月、振り込まれると、これは多分どの選手も同じだと思いますね。さあ開幕です。プロ野球開幕、先発巨人が菅野で、DeNA が井上ですね。先日、セリーグに関しては先発投手が発表されましたね。予告先発っていう形で、ジャイアンツの方は菅野でね、このプロ野球スピリッツでも当たってますね。さあ選手兼任監督、ごめんなさい、選手兼任コーチの高橋由伸、ベンチスタートというところにはなってるんですけど、昨年から高橋由伸に関しては代打が基本と、たまに先発でねスタメン起用ということもありましたけども、その流れっていうのは2015年も変わらないというところですね。高橋由伸は今一番好きな選手、アンチ巨人ではあるんですけど一番好きな選手ではあるのでね、本当に今年頑張ってもらいたいなと思います。そして阿部が何故障したのこれ、スタメンにいないけど阿部が一塁アンダーソンになってますもんね。さあ代打で回ってきました高橋の勝負。さあ西さん、ここで切り札挑戦ですね。井上ですね。引き続き0対0緊迫した場面、ストレート、ピッチャーのデータですね、見ていきましょう。ストレートが152キロに SFF、 スライダー、カーブ、ツーシームにカットに縦のスライダーが、持ちだなというところですね。さあ追い込まれるまではファーストストライク、高橋由伸っぽくですね、ファーストストライクを積極的に振っていきたいと思います。おお、いいところに決まったな。スライダー、すごく厳しいところにスライダーが入ってワンストライク、ワンアウトランナー一塁変わらず、向こうは併殺を狙っていると思いますから術中にはまらないよう気をつけたいですね。これは逆球だな、ね、SFF が真ん中低め、ノーボールツーストライクです。外してくるのか、さあ外してくるのか、外してこなかった、これストレートですね。どうだ、切れたか、右に切りました、ファールボール、どうだ打った、これはよし落ちた、ライト線フェアです。これはいけないかな、はい、シングルヒットですね、ライト線へのシングルヒット。当たりがちょっと良かった分二塁までちょっと高橋は進みませんでしたけどね。西さん、これでサードまでランナーが進みましたね。そうですね、これで作戦も立てやすい、これでどうなる、初球ボール球です。このプレーもするんですね。ここは最低でも犠牲フライという場面ですね。チャンスとかだと走塁もやるんですね。ですね、バックホームとセカンドゲッツ両方狙える、ね、これはもう歩かせるかな、歩かせましたね。外れてフォアボール、バッターボックス、さあ亀井、チャンスが広がっています。ワンアウト満塁です。さあジャイアンツ一打先制のチャンスです。まずは見送り、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。ワンボールワンストライク、さあ何を狙っていくか、亀井どうだ、いい当たり、一塁線破った、ちょっとスタートが遅れたな、ただホームまで帰ってくれるでしょう。サードランナーがホームに帰ってきました、ホームに送球、はい、そしてセカンドランナーも三塁回っています。先制ですね、ちょっとスタートが遅れてしまったんですけど、きっちり帰ってくれました。さあ6回はビッグイニング、伊能をノックアウトしてピッチャーは加算変わってます。データ見ていきましょうね。ストレート、スライダー、カーブ、シンカー、技巧派系の変化球中心のピッチャーですかね。そうですね、変化球中心ということで、追い込まれるまではストレート、ファーストストライク、
振っていきたいと思います。どうだ、打ちました。よしよしよし、一塁間を破る。これでマルチヒット、ツーアウトランナー三塁一塁。はい、というわけで開幕戦は6対0ですか。今日は見事な完封で白星を挙げました。ジャイアンツが相手打線を完璧に抑えて勝利しました。菅野と日産、大事なホーム開幕戦、見事勝利で飾ることができました。よし、完封か、菅野。ホームの実践というのは非常に大きいですね。まあ、やはり明日以降につながると思いますね。そのいい流れ、まあ、嬉しいは嬉しいんですけどね。高橋の勝負が活躍しましたんで、開幕は DeNA 相手に6対0でまずは1勝です。ああ亀井ね、コーヒー層が上がったと。あ、選手兼任コーチですからね。ああ、オリックスに勝ったか。セーブ、今年オリックス大補強したね。すごくいいですよね。ブランコと中島取ってますからね。お兄ちゃんこんにちはです。はい、これあげる。3年もののミルクキャンディ高橋由伸にアメちゃんあげられるってすごいな。先発は久保ですね。相手の先発は久保。高橋由伸はベンチスタートです。やっぱり阿部は開幕1軍間に合わなかったんですね。1塁にはアンダーソン入ってますからね。ちょっとこのプロ野球スピリッツ上で何があったのかわからないんですけど、まあ、怪我か何かしてんのかな阿部は。セリーグ公式戦、さあ第2戦目は巨人は宇都宮ですね。3点先制してます。すごく幸先いいな。ジャイアンツやっぱり強い。さあそろそろ高橋の勝負、6回の裏ですね。代打で打順が回ってきました。6回の裏、ノーアウトランナーなし、9対1ですね。ピッチャーは昨日に引き続き加賀です。ちょっとストレートを、スピードを反応合わなくてタイミングに削れちゃいましたね。ワンストライク、そうですね。うわー、突っ込むけ。ノーボール、ツーストライク。これはちょっと打てなかったな。これは低めに外してきましたね。ツーストライク、あ、ごめんなさい、ワンボール、ツーストライクです。このカウントの読み方がね、ボールを先に読むように変わってからちょっと慣れないんですよね。僕が野球やってた頃はストライクを先にカウントして、まあ、2ストライク3ボールみたいな感じだったんですけど、今3ボール2ストライクみたいなね、そういう風に変わりましたね。カウントは2ボール2ストライク。うわー、カーブにタイミング合わなかった。空振り三振、ワンアウトです。もう一回回ってきますね。そのまま高橋由伸は守備についたんですけど、松本哲也に変えられた。残念。今日は試合を制したのはジャイアンツです。まあ、残念ながらあれでしたね。今日はピッチャーは打線に1打席ノーヒット。ストレートちょっとね、1球目仕留め損なったのがもったいなかったですね。最後はあのカーブにタイミングが合わずに空振り三振でしたけど、監督の評価下げたか。いやでも1打席勝負だからな。まあ、オリックスですよね。西、去年すごい連勝しましたけどね、今年も開幕勝利で、オリックスの西の開幕ですね。DeNA の先発は山口。あれ、沢村が抑えじゃなくて先発ですね、このプレイスピリッツ上では。巨人は今年沢村抑え転向かっていう話ですけどね。
このプロ野球スピリッツ2015条では、開幕3連戦の第3戦に先発で登場してます。この沢村抑えはデータうまくできなかったんですかね。阿部は今日もベンチスタート、ベンチに入ってんのかな。そもそも試合の方はジャイアンツが、2点リード。おお、そしてノーアウト満塁の場面で代打高橋由伸です。さあ、そして打席には高橋が入っています。山口俊也、さあチャンスが続き、どうかな。投手のデータを確認させてください。ストレート、スライダー、シュート、フォーク、カーブ、まあ、このあたりやっぱり山口クラスになってくるとまんべんなく投げてきそうですね。チェンジオフペースね、 SFF と、追い込まれるまでは、ストレート、しかも初球をきっちり狙うと。うわー、うちのボール打っていった、やっちまった、取ってアウト、ワンアウト満塁とか、やっちまった、チャンスで問題か。まあ、ただチームは勝ちそうですね。さあ、もう一回回ってきてくれました。ここは結果残そう。さあ、ジャイアンツ追加点のチャンス、マンタネですかね。ピッチャーは変わっています。ストレート、フォーク、スライダー、スローカップ、甘く入ってきたらスタンドインもありえますからね。ストレートを狙って思いっきり振り抜きます。どうだ、入ったか、よっしゃー、ホームラン第1号、今シーズンダメ押しの一発、今シーズン第1号のツーランホームラン。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。ほぼ真ん中、カーソルほぼいじってないと思います。ホームランを見せてくれました。その差を5点と突き放しました。満足の当たりです。あ、あれ代打で出てくるってことはいるはいるんだよな。そして高橋が一塁守るのか。打順は1番に帰ります。バッター梶谷、ちょっと慣れないと嫌だな。今日はまだ当たりがありません。ベイスターズダブルプレーでランナーなくなりました。内野フライ掴んでアウト。さあ、ゲームセットですね。守備も、まあ、守備機会は自分がプレーするときにはなかったんですけど、まあ、きっちりとこなしてですね、今日は2、3打撃で一応ホームランツーランですね。ぶち込みました。というわけで今回の3連戦ですね、DeNA 相手に3立て、まあ、実際にプロ野球開幕した時にどうなるかわからないんですけども、プロ野球スピリッツ上ではね、高橋由伸選手兼任コーチでのプレーは開幕3連戦3連勝ということで DeNA 3立てで終えることができました。というわけで今回はここまでにしたいと思います。また次回もよろしくお願いします。